よし、それじゃあオリビア、早速この辺りを調査しよう。そういえばさっきここにカートがあったはず。え、なんだこの道、タイヤの筋は。ルイージのカートの取った後じゃない？本当だ、ルイージのカートがなくなってる。ルイージは一人で合鍵を探しに行きやがった。何やってんだ本当に。行くのか、こっちに行くのか。行けねえわ。えらいこっちゃ。どうやって行ったの？ジャンプしていったな。すごいな、キノピオタウン乗り回していきやがったな。道作りすぎだろう、タイヤの跡。とにかくよし、こっちの扉が開いたみたいですね。ガラクターがなくなったから、カートがなくなったからガラクター。よし、こっちの方から行くぞ。あ、あれはピーチ城が見えます。あそこにピーチ城が。このままじゃ紙テープが邪魔で中に入ることもできませんわね。そうだな、紙テープをなんとかしないと。いろんな方から伸びてるけど、一体どこから来てるのかしら。確かに、この紙テープは一体どこから。赤いテープはこっちの辺に伸びていますね。この赤いテープをたどっていけば。ねえマリオさん、このテープを追ってったら先には何があるのかしら。俺も同じことを考えてたよ今、オリビア。それしかない。よし、とにかくこの赤いテープが一番近いみたいだな。急ごう。はい。入ってったね今。ジャンプして、ジャンプイン。助けて。誰だ。またどっかの狭間、悪空間に閉じ込められました。よく悪空間に閉じ込められる人が多いな。マリオさん、またどこから声がしません？声がするよ、もうさっきからそんなんばっかりだ。うわ、クリボーがいるぞ、頭の上に。気をつけろ。あー、来た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 。カクカククリボーめ、落ちた。今だ、脳天直撃ハンマーアタック。おりゃ、よし、フレフレ。今回のクリボーは弱そうだな。そういえばマリオさん、助けてあげたキノピオさんが応援がどうのって。確かに応援してくれるって言ってたな。確かコインをあげたらバトルでいいことがあるって話だったけど。コインあげたくないな。でももしもコインが集まったら一度 Y を長押しして試してみません？分かった、とりあえず試してみるしかないみたいだね。さあ、コインをどんどんじゃんじゃん。どこまで999円コイン。最強マックスアタックのキノピオ、どんだけ出てきてんだ。うわ、攻撃してくれた。いっぱいいるじゃないか。回復しまくれ。そんなに俺はパワーないぞ。ないの？よし、リング操作で一直線いくぜ、マリオのブース。おらよっと。あ、ボタン押すの忘れてた。グッチャー、でも余裕でした。おお、オリビア、神の手だ。隠してたみたい。クリボーめ、この切り取り線、やたら気になるぜ。どっかから握れるぞ。よし、そこだ。いけ。じゃあ、行かないのか。いけない。いけ、オッケー、いけましたー。ん？キノピオ。ありがとうございます。私、キノピオタウンでショップをやっているキノピオです。ショップっていうことはお店の人だね。旅に役立つアイテムや武器を各種取り揃えております。ぜひご利用ください。それはいい。便利そうだ。行こうよ。絶対行った方がいいな。この路地こんなに短かったっけ？これじゃ帰れないよ。そんなに短かった。帰れないに決まってるだろ、キノピオ。あれどうにかしないと。キノピオタウン、キノピオ救出率 100%。 すげえ、どんどんいってるよ。橋がこんなんじゃタウンに帰れません。ああ、任しとけ。このお兄様ラベル剥がしてあげる。お兄様言わないで。よし、いけたぞ。橋が治りました。何度もありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。お礼にこちら、うちのショップの試供品ですが、お一つどうぞ。試供品、お試しキノコね。それではショップにてお待ちしております。よーし、早速ショップに行ってアイテムをゲットしに行こうか、オリビア。はいよ。あれ、いなくなった。え、噴水が出てる。この人帰ってきた。あれ、よかったなキノピオ。ほんと噴水とはいえ待ち合わせの場所。きっとマリアさんと会えると思っていましたよ。水路ではありがとうございました。このキノピオだったんだよ、流されてったの。やっぱり噴水のお水はあれをひねったから出てきたんですね。なるほどね、よかった。あー、濡れてるけどね、なんでいけるんだろう防水シールらしい違うでしょ、この水は紙でできてるから大丈夫なんじゃない？この水自体が紙でできてるのか。うん、変わったやつだな。ショップに行こう。あ、マリオさん、悪空間から助けていただいたショップのキノピオです。おお、さっきのキノピオだね。旅に役立つアイテムや武器を取り揃えております。さあさあ中へどうぞ。よし、早速行こう。青いキノピオだったんだな。確かに。おお、これか。いらっしゃいませ。武器とアイテムのお店、ショップへようこそ。こりゃ便利そうなアイテムがいっぱいあるな、オリビア。早速買っていこう。アイアンブーツ？これ絶対役に立つだろう。時の敵でも踏めるちょっと強くて硬いブーツ、アイアンブーツ300コインになります。買いますか？買う買う、9000コインもあるからね。よし、これでいい。あ、それでバトルで攻撃に使う武器でしたっけ？いろんな効果がありそうだからプラスのメニューで装備しておくといいかも。なるほどね。でも使いすぎると壊れちゃうらしいから頼りすぎには注意ですわ。壊れんのか。ということはやっぱ何個か買っとかないと。あとこれもいいんじゃないでしょうか。これだよ、ファイヤー、最強ファイヤー。よし、買っとこうぜ。ファイヤーフラワー3本をまとめたお得なセット。お得は大好きだって。だから80円もお得。よし、買っちゃえ。よし、もう一個買っとこう。毎取りもう一個買っとこう。お金はいっぱいある、コインはいっぱいある。え、コイン全部使って買う気毎取り。よし、こんだけ買っときゃ。これもこれも、キノコキノコ、俺はキノコが大好きなんだ。キノコと曇り、いつでもどこでも回復はお任せ。キノコ6個のセット。なんでそれを買うんだ。お得じゃないじゃないか。お得なのを買ってくれよなんで得しないのを買ってんだ、わざわざ。だからなんで得しないのを買ってんだ、わざわざ。とりあえず全部買いました。行ってみたかったんだよ、このお店のもの全部くれってねだから買ってあげた。よーし、こんだけありゃ十分だ。キノピコ。キノピコじゃねえよ。キノピコじゃない。オリビア。誰だキノピコ。間違えた。キノピコは誰だ。キノピコ言うた。キノコと曇り22個になった。こんだけありゃ十分だろ。行こう。ショップは楽しいね。もう一個買っとこう。よし、行くぞい。5000コインも買ってたのか。武器アイテムを合計5000コイン以上買われましたね。そんなに買ってたのか、オリビア。それではこのメンバーズガードを進呈いたします。初めて来ていきなり5000コイン使いました。武器アイテムの値段が2割引きになる。お買い物される前にプラスメニューのアクセサリーで装備をしておいてくださいね。え、装備しとかないといけないのか。さらにお買い物いただければもっとお得なメンバーズカードをお渡ししますよ。次はいくら買えばいいんだろうな。また今度5000円買おうぜいいよ。よし、メンバーズカードを装備しとこう。うわー、安くなった。めっちゃ安くなってる。さっき300コインだったのが240コインだよ。あれ、こりゃお得だ。よし、行こう行こう行こう。あそこはてな、え、叩いてないこれは100コインかな。当たりなんで100コインって分かったのなんとなくだよ。よし、この道だな。まだ行ってない場所は。さあ行こう。うわ、赤いテープはこっちに続いてるぞ。ほんとだ。わあ、穴ぼこじゃん。ピクニックロード。ピクニック楽しそうな場所なのにな、ね、穴ぼこだらけだよ。穴ぼこ、ほんと困るぜ。あれ、なんかあそこ変じゃない？ああ、なんかおかしい。早速叩いてみよう。やっぱりいた、キノピオだ叩こうよこれそのまんまほっとくのか。怖いわい。わかりやすいなかわいそうだよ冗談だよ、助けて。大丈夫かキノピオ。顔だけだからクッパみたいになってる。草の中に隠されて気分も腐っちゃいました。色だって緑色になっちゃったし。完全に忘れていくとこだったよ。すまない忘れちゃうのいや、ダメダメ、プラス思考でいかなきゃ。そうだね、忘れられてもプラス思考でいくんだ。プラスといえばマリオさん、プラスでメニューって開いたことあります？そっちか武器の装備やアイテムを使う他にもいろんな情報が盛りだくさんで超便利。一度プラスでメニューを開くのをおすすめします。きっと何かの役に立つから。オリビア、そうだ、忘れてた。アイアンブーツとか装備してないじゃんナイスプラス思考。これ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 、なんでポンポン。おお、紙ペラー。紙ペラー。わあ、ここお花だらけでとっても綺麗ですわね。本当だな。でも穴ここが目立つな。あの蝶々見てください。蝶々。なんかちょっと変わった蝶々じゃないか。あれキノピオじゃありません？叩きたくなってきた。キノピオでしょ。早速叩こうぜ。お花のいい匂いとお日様はポカポカでなんだかウキウキしますわ。いや、いいね。ピクニックってだけあっていいね。とっても気持ちいいからここでちょっとピクニックとかしていきます。ピクニック気分で行こう。いけない、ウキウキしすぎて早速紙テープ忘れるところでしたわ。あ、危ない。俺も忘れるとこだった。完全にオリビアのペース乗せられるとこだったや。よし行こう。グラス思考でレッツゴー。穴を塞ごう。待ってください、あそこ穴が開いています。なんだこの穴。変な穴。紙っぺらが入っていかないと。このちっちゃい穴、アリさんでもいたんでしょうか。なんだこれ、叩いてみましょう。ああ、なにこれ、気持ち悪い。叩き戻すな。叩き戻すのか。おい、いや、引っ張ってみよう。ああ、出てきた。おい、キノピオだ。やっぱりくるっと回る。詰められたら手足も出ません。そうだね。あれでどうやって出すんだ。この穴気になります。コインでした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 。紙ピラでした。コインでした。穴はコインだったりもするのか。あそこも開いてるよ。あとこの蝶々。ありがとうございます。でもパチャパチャが止まりません。そのまま飛んでいけそうだな。あの上どうやって行くんだろうね。あの穴は叩かなくていいのか。壁に開いてた穴だよ。ああ。出たー。うわあ、どっからでも出てくんな。こんなところに詰められたら手足も出ません。ハンマーとはさすがですね。ナイスハンマー。クリボーがいるぞ、気をつけろ。クリボーだ、クリボー来た。ジャンプ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 。見てください。確かにこれだね。綺麗ですわね。持って帰りたいです。どうしよう。でも積むっていうのはハンマーで叩くしか。おい、キノピオじゃないか。頑張って咲いたのに誰も気づいてくれません。いや、気づいてたって気づいたから来たんだよ。やべえ、クリボー。やっぱこの兵法はほら、もうキノピオだらけじゃないか。早く助けてあげよう。ナイス。潰したわ。あ、いるぞ。食べてる。食べてるんじゃなくて折ってるんだって。ひどいです。ひどい、確かにひどい。折られてる。折られました。チェックシャー。怒ってる。これ何ですか。キノピオだよ。折られました。ありがとうございます。よし、最後に今まさに折られてるキノピオを助けないと。このあー、近寄れなかった。戦うしかないみたいだな。うわ、兵法だらけ。お、これはリング操作で一発だな。めちゃくちゃ簡単じゃん。ナイスリング操作。行くぞ、マリオのハンマーだ。レッツゴー。さあ、出るか。ナイス。よし。ナイスでも倒せるみたいだ。いけるぞ。頑張れオリビア。でい、グレート。そこだ。いいぞ。バトルボーナス。はい、グッチャー。さすがマリオさん。コインいっぱい集めようぜ。おられかけました。だね、途中だね。あ、どっか行くの？あれでいいのか。あれでどっか行っちゃった。あ、待って。大丈夫か。叩いて。大丈夫かキノピオ。おい、どこまで行くんだよ。あれでどっか行っちゃった。叩いてあげようと思ったのに。何やってるの。何やってんだろうな。この洞窟はなんだ。お、上に行けそうだ。ああ、ここに行けるのか。お、ファイヤーフラワー。いいのゲット。大好き。じゃあクリボーをそのファイヤーフラワーで倒しまくる。弱い敵だ。普通にフムで行けるじゃん。ねえねえ、お店の人来てますわよ。じゃんジャン。本当だ、青いキノピオもいる。お見せしなくていいのか。よし、ファイヤー使うほどでもないよね。余裕だっち。余裕だっち。なんじゃそれ。知らないっち。よし、穴を塞ごう。あそこ。うん。オッケー。これなんだ。かっこいい。あ、のこのこさん。あ、のこのこ。あ、マリオさん、こんにちは。こんにちは。どうしたんだい、のこのこ。今日は僕らのこのこのヒーローを拝みにはるばるやってきたんですよ。そうなのか。ヒーロー。大変だー。何が起きてんだ。ノコノコもう一人来たぞ。めっちゃ大変そうだな、確かに。え、わわわわ、やばいやばい。大変なの？そりゃ大変なの。やばいやばい、大変が伝染してるだけだ。何が大変なの？何が大変か分かんないのに大変言ってる。何言ってるんだ。大変だ。大変だ。どこ行ってた？おい、大変しか言ってないぞ。何言ってんだ。あのノコノコ何してんだ？謎。ああ、クリボークリボー、叩け叩け叩くんだ。踏むか叩くか。ウェーブバトルになっちゃったよ。あは。叩こう。2匹来たからね。うん。ヘイホーとクリボー。リング操作してから、あ、違う、スライドでリングだ。オッケー、ナイス成功。動いてきた。よし、まずはこれはいけるな。クリボーは踏めば大丈夫だ。さあ、オリビア、ハンマーでいってやろうぜ。イエイ。ナイス。ああ、オッケー、ナイス。ラストウェーブ。スライド2回だ。オッケー。さあ、今度こそ頑張ろう。よし、ジャンプ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 アタック。ナイスナイス。さあ、ハンマーアタック、ドカンといきたい。ナイス。まあ倒せるからいいでしょう。まあね、なオリビア。ヒューヒュー。オッケー、さすがマリアさん、任しとけ。ヒューヒュー。よし、あの白鳥絶対怪しいな。一体どうしたらいいんだ。ここに穴があるな。あ、関係ないか。よし、この穴はこれも関係ないのか。どうしたらいいんだ。あの、なんか変なブロックがある。これはなんか馴染みあるブロックだな。ハテナブロックを叩いた時こんなになるよね。うん、どうしたらいいんだ。あそこどうやっていけばいいの。隠しブロックか。でもこれ以上いけませんわ。どうすればいいの。もう一回叩いてみたらいいんじゃないか。ないな。いけいけ、出てくるぞ。出てくる限り叩くんだ。もうこれ以上出ないのか。近づいてきた。ナイスアタック。やっぱり水の上走りやがった。その根性がすごいぜ。危なかった。水場のクソ力で水の上を走ったなんて自分でもびっくりです。奇跡だったな。まあ本当は火事場のクソ力って言うんだけどね。うん、この看板なんか怪しくないかな。ええー、ゴミみたいなキノピオが出てきた。なんでよかったんですか。すごいです。すごいなオリビア、やるじゃないか。あれ、カラーテープで巻きつかれている。あらま、かわいいお家が紙テープに巻かれちゃってます。確かに、なんだこの赤テープ。途中のやつも巻いていけない。中の人も困ってそう。そりゃ困るだろうな。おーい、かわいいお家の中の人、紙テープをなんとかしたらまた改めて伺います。それまで頑張って。聞こえてたらいいなオリビア。はい、これでお家の人も一安心ですわね。そうだね。うん、ポスト見ときましょうよ。そうだね、勝手にね。うわ、いっぱい入ってる。キノピオか。ポストの中はとっても暗かった。あ、裏に書いてるってこと。ポストの中はとても狭かったキノピオ。ポストの中はとても暗くて狭かった。どっちも書いたね。本当だね。あれ、穴開いてる。紙っぺら出てきた。これもキノピオだったよ。疲れましたけど止まらないんです。あの手紙なんでしょう。先生の発明品のおかげでなくし物が見つかりました。ありがとうございましたキノピオ先生。確かにこれ研究所みたいだもんな。ここに先生がいるんだな。勝手に呼んでるよね俺ら。しかもさ、キノピオって書いてるけどキノピオ多すぎてどこのキノピオなんだろうな。さあ、おお、何今の。一回叩いてみよう。なんか用か。その家、変わったキノピオが住んでる。妙竹林な機械を作って喜んでるおかしなやつ。でもその赤いテープで今は入れないよ。まあ見りゃわかるわな。わかるよな。確かにそうだな、入れない。妙竹林ってなんだ。とにかくここら辺を直していこう。うわ、危ない危ない危ない。キノピオ、キノピオが降ってきた。助けて。あー、クリボー。よし、キノピオ大丈夫か。手に引っかかったものはそうやって取ればいいんですね。勉強になります。いや、みんなハンマーを持ってるとは限らないから。クリボーが今来てる。透き通ってる。おら。頑張って。よし、こっリング操作2回、ナイス、成立成功、攻撃力アップ。踏むの何回踏んだかわからんぐらい踏んどるわ。確かによし、今度こそハンマー頑張って、タイミングナイス。まあ倒せるからいっかグッジョブ、ヒューヒュー。コインがいるね。よし、お、穴が開いてる。チョウチョさんいますわよ。あれだな、上に穴が、大きな穴が開いてるし、だから降りれないんじゃないでしょうか。ありゃハンマー届かないぞ。どうやって助ける、あのキノピオ。一緒にお花出てきたら下に行くと思います。紙っぺらがなくなってきた。ああ、ほら行きましたわ。来た来た、今だ。大丈夫かキノピオ。キノピオに戻っても頑張れば飛べるはず。じゃあ戻らない方が良かったな。確かにあ、あんなとこに犬がいる。うわ、下にもなんか埋まってる。なんかいっぱいいるな。大丈夫？ありがとうございます。ああ、ジャリジャリしてるわ、口の中が口の中が砂でジャリジャリしてます。旗がある、何これ、花、旗、旗。この変ななんかやつ何？おーい、おなじみのやつやん。やったー、ゴール。デレデレレデレデレレだね。おえ、キノピオだらけ。まさにこの音楽。確かにキノピオラッシュですな。いっぱい出てきた。まあいいわ、とにかくあのワンちゃんをな、あれワンちゃん、あれ絶対怪しいよね。うん、赤いワンちゃんってめっちゃワンワン言ってますね。めっちゃワンワン言ってる。ちょっとかわいい。なんか戻したくないわあー、キノピオが、うわー、いっぱい出てきたどんだけ出てくんのいっぱい出てきたな。はい、全部キノピオです。そんながっかりなさらず、かわいそうなキノピオたちをどうかお救いください。がっかりはしてないぞ。がっかりしてないけどなんかあの木揺れてますわ。紙っぺらないよ。ああ、紙っぺらそこでいい。おお、キノピオ出てきたマリオさんってもしかして全部の木叩いて回ってるんですか？そうだよ、叩くの好きなんだ初めて知った。穴が開いてる、そこ気をつけて。じゃあ吠えてる。おお、変な虫出てきたらキノピオだった。なんだあれ、穴の中で引きこもってました。そりゃかわいそうに。外も気持ちいいもんですね。引きこもりやめます。おう、やめろ逆にやめなさい。このピクニックロードではやめろ確かに、特にやめてください。うい、なんだこれ、変な生き物がいる。叩くんだ。逃げてばかりだな、ちきしょう。穴いっぱい開けて、これで逃げられないはず。よし、近い穴を残せばいいんじゃないか、オリビア。確かにこれならいけるはずだ。今だ、すぐ叩く。ナイス。あれ、マリオさんでしたか。ついつい逃げてしまいました。これ穴の中で見つけました。お礼にもらってください。なんだ、うえ、ありがとう。いいの、こんなのを見つけてくれて。地面の中にコイン、まさかこれが埋蔵金？そうなのか。1000コインしかないのかやばい、穴が開いてる。よし、紙っぺらなくなった。鼻叩こう。チョウチョ出てきたマジですごい。パタパタするの楽しいですよ。マリオさんもどうですか？いや、したいけどね笑ってる。すごい、チョウチョキノピオ多いな。確かにあの犬ほったらかしもダメでしょ。確かに。よし、さすがに叩いてみよう。そうだね、あの犬ほったらかしはかわいそうだ。だよね。そもそもいけないよ、犬がいたら。顔が怖いぞ、キノピオ。ワンワン、私はキノピオタウンでバトルの研究をしています。バトルの研究？この先の手強い敵に備え、大博物館のすぐそば、バトル研究所でトレーニングしませんか？何、バトルの研究までしてるのか。せっかくここまで来たのに、またタウンまで戻るの？それならこの先の見晴らし山にタウンまですぐ戻れる珍しい土管があるらしいです。珍しい土管だって？ということでお待ちしてます。ワンワンじゃねえだろもうあ、今ならキャンペーン中で入会のお客様にとってもいいもの差し上げます。やばい、行きたい、絶対行きたい。キャンペーンとか大好き。キャンペーンは大好きだ。行きたいですわ、行きたいですわ。期間中なら行けるのか、それとも期間はもう無期限か。いいものがもらえるなんて悪くないかも。っていうか、いいかも。行くでしょ絶対行きましょう行こう行こう。よし、とにかくここら辺のピクニック広場はだいぶ収まってきたかな。下ら辺に行ってみましょうよ。そうだよ、のこのこ。うわー、ここか。あれ、なんかここだよ、ここのこのこが行ってた場所だな。あ、何、ヘイホーがいるぞ。ヘイホーが何か抜いてますわ。やばいやばい、行こう。でもキノピオさん助けないと。うわうわうわ、セーブだ、セーブセーブ。うわー、お金大好き、お金大好き。セーブ中。あれ、真顔でキノピオさん。キノピオが売ってる。助けてあげようか。今日の運勢を占おう。亀みくじ1回100コイン。できないでも今。よし、助けた。おお。嬉しい、楽しい、超便利。アクセサリーはいかがですか？なんだアクセサリーって。キノピオタウンで売ってますので、戻られた際はぜひお立ち寄りくださいね。もっとキノピオタウンに行きたくなかったな、また。おい、ちょっと。あ、マリオさん、大変なんです。そうだね、さっきから大変大変ばっかり言ってる。意外な土神様が住むところの入り口が閉ざされてしまいました。閉ざされた？ほら。あれか？これだね。入り口は神聖な5つのタートルボールがはまっていないと開かないんです。それが4つともなくなっちゃって、おまけに最後の1個もあいつが盗もうとしてる。目の前で盗まれるのは見てられない。でも喧嘩が弱い僕らには手足も出せません。のこのこだけに、あ、亀だけにね。手と足と顔も全部引っ込むからな。でも僕たちは弱っちいんでいけませんよ。ああ、分かった、俺たちに任しとけ。ここ上行きそうですよ。中にコイン入ってます。コインめっちゃある。やったぜ。あのキノピオはちょっとね、助けてあげたいな。確かにかわいそう。よし、これでいけるね。オッケー。あれ、マリオさん、いつにも増してダンディーでかっこいい気がしますね。そうかい、キノピオ。もしかしてアクセサリー身につけてます？身につけてないよ、キノピオ。え、身につけてたじゃん、さっきカード。あれアクセサリー。一応身につけてたな、カード。オンダーズカード。あれアクセサリーでしょ。プラスメニューを開いてアクセサリーを身につけるのを知っているなんて、さすがマリオさんですね。ダンディだろ。よーし。メンバーズカードでダンディになれるのか。私もアクセサリー身につけてダンディーなキノピオを目指します。あ、それよりまずヒゲを生やすんだな。キノピオさんも可愛いままでいいと思いますが。ダンディーといえばヒゲだろ。そうなの？うん。ポップコーンマシーンだ。欲しい欲しい。あー、叩きすぎたらぶっ壊れるぞ。欲しいの。今キノピオがいないからもらえない。行くぞ。さあ、この泥棒め。泥棒。ねえマリオさん、リング操作って時間が足りないって思ったことありますね。まあ、ありますね。なんとクラスを押せば持っているコインを残り時間に変えられることができるみたいです。それだけ時間も伸びるけどコインもいっぱいなくなるみたい。なるほど、そうやってコインをバンバン取られるわけだな。使いすぎには気をつけてくださいね。タイムイズマネーですわ。はーい、英語だよね。オッケー。よし、これがアイアンブーツの力だ。いくぞ。151515は12。周りに鉄がポンポン飛んでませんでした？アイアンブーツの力だぞ。わあ、鉄くずがいっぱい飛んでる。これがアイアンブーツか。バトルボーナス。みんなも買ってね、アイアンブーツ。強いよ。よし、マリオさんお強い。土神様の次ぐらいにお強いかもしれません。なんだその土神様って。次って失礼ですわ。でも残り4つのタートルボールはどこかに持ち去られたままです。困った困った。確かにここ入れなくなってしまって困ってるな、のこのこ。そんな大事なボールをどこかに持っていっちゃうなんて、折り紙兵もひどいですわね。本当にひどい奴らだ。でもなんとなくもうこの辺りにはないような気がしますわ。オリビアの勘は鋭いな。だってそうしないとすぐ取られちゃうでしょ。どっかに持ってかれたってことだな。ここにはめるのか。マンホールのフック使ったらどうだ。それは無理だろうな。確かにボールでもないし。やばい、これこれはどうなってんだ。今ずっと使うのか。うん、参ったな。ここ登れそう。おお、なんだこれ。あ、壊した。神の手じゃないか。おお、何のため。上だよ、上多分ね。よし、あの上のなんかモコモコしてるやつがあるな。あー、キノピオじゃないか。わーい、大勢まとめて助けていただきありがとうございます。いや、大勢言ってるよ。あ、一人じゃん。え、どこにいるの？バトル中に Y で私たちもじゃんじゃん応援いたします。そうだね、助ければ助けるほど。わーいわーいわーい、おやわーい。そっちの Y ね。すっげえ出てきましたよ、オリビア。いや、ちょっと待って、下の方もなんか怪しいよ。ほら、壊れてる。なんかいろいろあるね、ほんと。ああ、スカスカーナー、全部 OK？ 全部 OK だって。やったね。ああ、やべえ。敵がいるな。チューチューだな、チューチュー。ピンチューはまだ違うやつよ。あれ、でもどうやって行くんだ？あ、紙っぺらがある。おお、行けるぞ、ここから。よし、後ろから回っていけそうだな。確かに。チューチューがいるぞ。叩くんだ。チューチュー。チューチュー言ってる場合じゃないぞ、本当に。ぶん殴っとくわ。怒ってる。よし、一列に並べるだけ。あ、でもスライドして。ナイス。よし、もう踏むでいいよ、普通に。よし、大丈夫か、キノピオ。武器を装備し忘れてやられちゃいました。また帰るのか、キビは。確かに。マリオさんはちゃんと武器装備していますか？備えれば憂いなしですよ。わかった、装備はしてる、大丈夫だ。ありがとう。こっち行けないんだ。あ、まだいた。待ってー。走ってってる。セーブ中。よし、オリビア、そしたらタートルボールを集める必要がありそうだな。確かに。次回タートルボール集めに行こう。でもタートルボールも気になりますけど、紙テープも気になってます。丘の先まで伸びてますわよ。ついでに紙テープの先も丘の方に行ってるんだったら、どの道あっちに行くしかないみたいだな。一石二鳥ですよね。よし、次回はあの丘の上に行くことに決めた。そうだね。はい、ということで今回は以上です。この動画が面白かった、また続きが見たいと思った人はグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。